られし闇を語るのを闇に見いられられる,鬼となるこれ本当に3日前ぐらいにはね、えー、あったことなんですけども僕 YouTube でいろんな心霊スポットに行ったりする動画をね、まあ、週1回ぐらいで上げてるんですけどそのカメラをやってる人から連絡来たんですよね。 なんか、僕のところに DM でお坊さん除霊をしてる方が今度除霊に行くんでよかったら来ませんかと自分が除霊してる様子も撮っていただきたいんでみたいなことが来たとまあちょっと面白そうというかねやっぱり除霊をなかなか見れることもねないですから行かしていただくことにしたんですよね一緒に。それ千葉県のねマンションの部屋を除霊するというお話だった。 でリノベーションとかねされてるんで一見まあ綺麗なんですけど、まあ、結構築年数がある団地みたいな建物の5階、まあ、最上階だったんですよ。で、まあ、部屋自体はね本当に広くて綺麗な部屋でねいろいろその方が好きなね雑貨とかもバッと並べてあってああいい部屋だなと思ってで部屋に着くと、まあ、僕とその僧侶の方とあとまあカメラマンの方でそこの まあ居住者というか依頼人の方とその方の仕事の上司行ってはったんですよねで、まあ、話を聞いていると、まあ、その居住者の方がいやまあこの半年ぐらいもうすごい何と言うんですかねいろんなことが起こりすぎていやちょっとさすがにもう夜も眠れないですしこのままだったらねもう,もうおかしくなってしまうかもしれないみたいなことで「あのはい依頼させてもらいました」みたいな。 ちなみにどんなこと起こるんですか一番最初に気づいたのはあのラップ音ですねでもラップ音もやっぱり普通のラップ音じゃないんですよねいわゆる家なりみたいなバーンってなったりとかビキッてなるってあると思うんですけどそういうのじゃなくてでた叩くような音が聞こえるんでそっちを向いたらもう一回その向いた時にどんどんってなる。 それがいろんな箇所で起こるとリビングの壁を見た時にどんどんってなって、うん、あっちの方から聞こえたなってもう一回首を動かすとそこでどんどんこれ不思議なとこ,ことに自分がそのどんどんって音がした時に作業とかをしててそっちを見なかったら2回目は絶対ならないって言うんですよ寝室にいる時もどんどんとなってそっちを見たらもう一回どんどんとなる。だから わざとこっちにいることを教えているというか、こっちを見てくれって言うような感じがするんですよね。なんかいつもこの壁の高いとこ、天井ギリギリのとこぐらいから聞こえるんですけど、あれが何なんかわかんないんですよね。一応隣の部屋の音とかもね。聞こえるもんかなと思ってまあ、耳澄ましてみるんですけど。 どうううももそういいうことでもないとでな、まあ、僕もその時いろいろお話聞いてましたけど実際別に隣の家からの物音が聞こえるとかっていうのがなかったんで普通ではなかなか考えられない音でさらにその見た時にもう一回鳴るっていうのが僕もあんまり聞いたことがなかったんでなんかやっぱり奇妙だなと思って。でまあそれだけじゃないんですよと。お風呂入ってる時もまだ天井の方から 女の人の人声聞こえるんですよね声の高さしゃべり方からして女の人っていうことは分かるんですけど何って言ってるかが全くわかんないんですよでもそうでもそう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 あら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 ,ら,らってなんか聞こえるんでえっ、ー、と思ってお風呂から出るとさっきまでお風呂場の上から聞こえてたんが今度はリビングの方から聞こえるて。でリビングの方ばっていくとリビングの天井の方からまた女の人の声が聞こえるってえっ、ー、って。 でそのままその声が移動していって今度は寝室の方の天井の方から聞こえるとね僕さっきも言いましたけどいわゆるマンションの一番最上階ですからその上に誰も住んでるわけではないんですよねだからそちらから音が聞こえるのはおかしいでそんな声がするんでしばらく気持ち悪いななんて思ってたら時にはうー うめき声みたいなのも聞こえるって言うんですよねそれも寝室であったりリビングであったりすごい音もう普通に考えたらこれ誰か通報でもするんちゃう警察が来るなり救急車呼ぶなりとかそういうことがないとおかしいぐらいの音ででも近所を確認しても何か警察を呼んだり救急車を呼んだりした様子もないからこれやっぱりこれ自分にだけ聞こえてるんだな 思ってたそうなんですねでそうなってことやっぱりなかなか眠れないもんですから部屋に森地を置いたって言うんですよ寝室だけせめて寝れるようにって森地をバッと置いたらその夜早速ね天井から音がするっとどん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 っていう強く踏みしめる足音みたいなが聞こえるどん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 何か上を走り回ってるような音がする いやさすがにこれねなんか木造のね上に誰か住んでるような建物だったらわかるけどもコンクリートでできてますしいくら屋上にもし誰かがいたとしてもそんな音は響いてこないでしょうでまあそもそも夜中ですから普段そこ鍵閉まってるんですよねなので屋上に上がれるなんてことはまあ管理してるような人じゃないと無理そんな時間に来るわけもないでも確実に足音が聞こえドン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  何なんやろうあーでも離れていったな森塩」かなんか聞いてんのかなどん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 音がベランダまで降りてきたって言うんですよそしたらその音がそのままどん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 って隣のリビングまで来たあれ来てるやん え森上してるから大丈夫やなと」とどん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 寝室の和室まで入ってきてるんですって畳を踏みしめて近づいてくるあーもう目の前に来てるあえ僕の足のとこおるよって思った瞬間バッとその足を掴まれたって言うんですうわ動けへんやんこれと思ってぐっとこ力入れるんですけど体が動かないんでなんとか上半身でこう,こう体をねよじって起きようとしたら今度バッと手も掴まれたその瞬間にこれ人間じゃないって思ったんですって。で というのも足も手も両方手で押さえられてると4本の手で体を押さえられてると何これと思ってる間にだんだん自分の中になんか何て言うんですかね屈辱的な気持ちというか何とも言えない気持ちがぐーっとこみ上げてきて何なんやろこの嫌な気持ち何なんやろこの嫌な感情はこれこれ何やろどういう気持ちなんやろこれ何やろ何やろっていうのを分からないままどん,どん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 屈辱的な,なんか気持ちがばってやってきた悔しい思わず 自分が何とも理解してない感情やのに勝手に言葉が出たっていうんですよね。えと思ってそんなことを森路をしてても怒るのと思ったらもう僕耐えられなくなって除霊お願いしたんですよ何なんですかねだからまあその僧侶の方が「分かりました」って,ってまあどっからか部屋に入ってきた霊がずっと悪さしてるとかなんかね あなたたとこう気がっってししまったんかもれ急いでそのリビングのとこに祭壇みたいなのを作ってですね僕もこのいろんなまあ何種類かね除霊方法ってあるんでしょうけどそういうの初めて見たんですけどその建物の住所を書いてでその何々何々何丁目何々の霊っていう、まあ、そこにいる霊っていうのを住所で知らしめた後にこにいわゆるお経というか読み出して。 でまあ一通り読んで「はいこれで大丈夫だと思います」と「もしここにこう外からこの入ってきて部屋にいた例だったらもうこれで成仏したと思うんでご安心ください」って言って「まあ、とりあえずこれで何もなかったらいいですよね」って言いながらこう、まあ、撮影もしてたんでいろいろ後片付けをバーってしてたんですよね。で後片付けバーってしてたらね僕の隣にたまたまその住んでる方の上司の方が近くにいたんですよ。で片付けしてる最中にですけど僕の耳にスッと入ってきたんですね。 そのの上司の方、また出るる気がするな「えっ?」と思ったんですけどまあ片付けてちょっと急いで出なあかんということでその時はもう聞けなかったんですけどわーって片付けて終わって外出るってなってあとあとちょっと上司の方に「すいません」「さっきなんか言ってましたよねまた出る気がするって」「ああ」あれなんでそう思うんですか?」いやいやまあうーんうーんいやそうですねまあうーんまあ あのですねあの部屋ですけどあれ知ってますかってですよ昔海外で人を食べた日本人っていうのがいるんですよねいわゆる相手の女性を殺害してしまってその肉を食べた男性っていうのがいてまあその方はいわゆる精神鑑定的にこれ罪問えないとなって日本に帰ってきたんですけど僕その人と 結構仲がいいいんですよねみたいなちょっと仕事で付き合いがあることがあって仲良くさせてもらっててでその方のね荷物を僕預かってあの部屋に置いてるんですよねその置いてる場所が寝室の押し入れの一番高い場所天井ギリギリのところに置いてるんですよって言ってたんですよね。だから 呪い的ななものなのかいわゆる残留思念というのか、まあ、その被害者自体の例なのか僕は分からないですけど何らかのその被害者の方の思いであったり成仏できないままの姿であるか何かがその加害者の荷物のそばにいていまだにこう付きまとってるというか成仏できないまま そこをうろうろしててるんじゃなないかなと思ってだからきっとあの荷物をなんとかするまではあの霊書は収まらないんだろうなと僕も思いましたね。なんでこれまあねなかなか人から預かったものを中ばんばん見るわけにもねいかなかったりするでしょうけどなんかもし自分の家の中にも誰かから預かったもので得体の知れないものとかが紛れ込んでたら怖いなと。 思いました。